YouTuber ラファエルが3日までにじの YouTube チャンネルを更新。YouTuber ヒカ32がゲスト出演し、今年の YouTube 業界について大予想る場面があった。2024年何が起こるかガチ予想と浮きかくそこでヒカルは松本人志 YouTube 降臨と書か,かったフリップを掲げた。最近たけしさんが オリエブンさんとのコラボで YouTube 出てるんですよね。さん、さんもスノーマンとコラボしてと、超大物たちの出演がついでいると説明した。本当の大物、タモリんとか、クリームシチューさんとか、あの辺の際、1000人いる人たちが YouTube に降臨するんじゃないかってというと、ラファエルもチャンネルを持つってなるとハードル高いと思うので。でも、出る、けって。 ことはあり得るかもとうなずいてい